嫌われるわよ、そんな性格じゃ。陰湿ですって？冗談はよして、これは計略っていうのよ。もっとも単細胞なあなたにはわからないでしょうけど。単細胞ですって？動きを見ていればわかるわ。単調で知性も優雅さもない。人が手加減してやってれば。もう頭に来た。やめるんだ、光。子供たちもいるんだぞ。なんて力。もしあれをまともに受けていたら。どう？驚いたかしら？って顔に書いてあるか。じゃあそういうことで。カスミ、わかりました。何この力。あなたなの？何を。あいつは敵。アデルにやめなさいって言われたでしょ。聞こえてなかったの？この単細胞。すごい高速力。ブレイドの力を抑制するブレイドがいるとは聞いていたけど、それにアデルって、まさか。双方剣を引いてください。この戦い、無意味です。君は。お久しぶりですね、アデル王子。私の兵の失礼、お許し願いたい。なあに、構わんさ。息災で何よりだ、ユーゴ皇帝陛下。ユーゴ皇帝陛下？紹介しよう。スペルビア帝国皇帝ユーゴ・エル・スペルビア陛下。スペルビアの皇帝。そんな偉い人がなぜこんな場所に。僕も立場的には似たようなものだが。思ってもいないくせに。わかる？やっぱり天の聖杯ですよ。スペルビアでも被害が出始めていてね、追っていた最中だったんです。僕たちと同じってわけか。しかし君が直々とは。本国は兄に任せています。なるほど。それで家具土とわだつみを。家具土とわだつみは帝国の宝珠、好機だ。それを率いて最前線で戦うのが皇位を継いだ者の責務。本来皇位は兄が継ぐはずだった。だが兄君にはドライバー適性がなかった。そしてあろうことか君が二人と同調してしまった。特別執権官
兄直属のものです。ほう。私が戦場で死んだら、カグツチたちのコアを回収するよう命じられています。家族なのに。異性者ってのはそういうもんさ。でもね、これでいいと思ってます。国民を守るための戦いに身を置けるなら本望だ。そもそも剣聖を振るうのは好きじゃありませんし。全くもって同意だ。玉座に座りたがる奴の気が知れない。それゼッタ殿下が知ったらただじゃ済みませんよ。おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。お互いままなりませんね。そっとしておいてくれるだけで良いのに。怖いのさ、人間という存在が得体の知れない化け物かなんかに見えるんだろう。それが自らの写し鏡とも知らずにね。アデル王子、よかったら昔のようにユーゴとお呼びください。わかった、ユーゴ。では僕のこともアデルで結構。さて、お互いに情報交換と行きたいけど、場所を変えた方が良さそうだね。陛下のご座舟はいかがでしょうか。そうだね。ご座舟？どうかしたのですか、ラウラ様。私、そういう堅苦しい場所苦手なんだよね。ああ、わかるわかる。私もそうだもん。でしょ？そういうわけで、私は遠慮させてもらうわ。じゃあ私も。君はダメだよ。もしかして彼女が噂の？ああ、天の聖杯のもう一人、光だ。本当はラウラの話も聞かせてあげたいんだが。私が見聞きしたものは全部シンが知ってるわ。ああ確かにそうだが。お願い、私の代わりに行ってきて。わかりました、私が同行します。よろしくお願いします。では参りましょう。